リークリスマス、くるくるくるです。こんにちは、こんばんは。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。まずはこちら、いいねランキング世界の普通ですね。クッパジュニアのメカニカルキャッスルということで、こちらのコース遊んでみたいと思います。プレイ数がえぐいことになっていました。クリア率 30% ですね。さて、お、発砲もらえる。やっぱりクリア率が高いだけあって優しい感じなのかな。ま、難易度普通ですからね、あんまり難しくても困るんですけど。右上のバネも気になるけど、とりあえずこっち行ってみましょうか。さて、何が出てくる。あれ、何も出てこない。はいはいはい。いや、こうか。いや、違うよね。どうしよう、クリア率普通でハマる私。あー、了解しました。オッケー、わかりました。このバネを流してあげて、砲弾をここに持ってくる。で、ちょっとずつ登っていきましょうと。あれ？違う？まだ足りない？あれ？はいはいはい、こうか。よーし、なるほど。尻尾で音符ブロックのところを叩いて、さらに上に上げてあげないといけなかったわけですね。これはいいギミックだ。で、上の方には何もなさそうかな。いや、ブラックパックは後で使うのかなと思ったけど、先に動かしといたって問題はないですよね、きっとね。爆発させて道を開けておきましょう。で、音符ブロック発動。そうすると、この赤砲台が動くようになると思うんで、ファイヤーかなんか出てくる？たまやー。クリスマスに花火っていうのもおつまもんですね。これでまた先に進んでいけるようになります。これきっと。たまやー。あ、今度はないのね。先走りました。落ち着かないとね。バネを出してあげて、ノコノコを右側の方にエスコートしてあげましょう。まあ、クリスマスですからね、紳士的に、やっぱり、行動してあげましょう。クリぼっちに言うことなんでね、あんまり当たりしないでくださいね。はい、ツタがのきにゅき出てきました。今落ちたのは気のせいですよ。はい。で、おー、バネが降ってきた。すげえ。どういう仕掛けになってたんだこれ。どっちだろうな。鍵を持ってここに戻ってこいと、そういうことですね。了解しました。ファイヤーフラワー、鍵もすぐありました。優しいなぁ。はい、お邪魔しまーす。からの中間。あらま、結構長い。メットはこれは、一個かぶっちゃおう。で、もう一個来て、それを投げる。そうすると上から降ってきて、Pを押してくれる？違った。これ Pスイッチは持ってっていいのかな？あれ？踏むと何か変わる？はい、踏んだ。踏んだよ。おー、すげえ。クッパクラウンが降りてきた。こんな仕掛けになっていたのか。メットプラス、ファイヤークッパクラウンの、私、くるくるくるね、もう隙はございません。でも、ここで降りていきます。お別れです。バイバイ、ファイヤークッパクラウン。ジャップ発見しました。で、これ上のは叩けるけど特に何もない。これを乗ると、おー、ブラックパック、おー、すげえ。タイミングが完全に計算され尽くしてる。で、ファイヤー、あー、はいはい、ここがコインに変わるんだよね。はい、お邪魔します。からの、今のところクッパジュニアが出てきてない。それが気になるが、 P スイッチをなんとかして踏まないといけないから、これは、あー、これでドッスンが上に上がるようになる。すごいな。こんなコース私には作れない。で、はい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 、あー、これは耐えろと。はいはい。ただ、ファイヤーマリオプラス、メットも被ってる私にはもう敵はいない。はいはい。楽勝楽勝。
あとちょっと、もうちょっとで右側の黒い砲台が落ちてくれるんで。はい、扉が出てきましたね。お邪魔しますからの土管に入っていきましょう。中間、長いな。そろそろクッパかな。おー、ザ・ウェーブ。ザ・ウェーブ行きたいんですよね、アメリカのね。誰か、抽選当たったら、1万円でいいんで売ってください。私、喜んで買いますんで。ザ・ウェーブ1万円だったら安いですよね。よし、あれって申し込みいくらかかるんでしたっけ？はい、お邪魔しますからの、あ、扉ここだね。はいはいはい。ようやくクッパジュニア7光がお目見えでした。左側なんかあるんじゃないのこれ。ほら来たー、いちゃって。こういうのをね、置いてくれてる方はやっぱりありがたいですよね。P スイッチ。ふみお？ふみお？なんか鍵取った。よくわかんないけど鍵取った。何がどうなってたんだ。さて、どんどん進んでいく。我らがくるくるくる。ガールー。いやー、楽しかったですね。難易度普通に入ってた割には結構難しかった気もしますね。七光線とかね。これはいいね、押さざるを得ませんね。はい、ありがとうございました。次のコース、やっていく。はい、お待たせいたしました。それじゃあ今日も最後にスピードランやっていきたいと思います。国内いいねランキング2位。運動して温まろ。初心者向けのスピードラン30秒ということで、クリア率 8% に近いですね。一発クリア目指してやっていきたいと思います。ブルーレッドさんという方のコース。おお、いきなり一発クリアの夢は破れました。早くスピンジャンプからの音符を踏んづけて、またパックンを越えて、バネに弾かれてから詰まるスタイル。で、どうすると ?OK! あー、また詰まった。残り20秒、これ間に合うか間に合わないか間に合わないどころの話じゃない。スタートからやり直し、なんということだ。そして忘れていくスタイル。はい、クッパを、クッパだ、クッパ？クリボーを華麗に踏みつけたら、なぜかスピンジャンプをしてバニに届かない。さて、行くぞ。今度こそ決めてやるぞ。さすがにこんなところで何回もやられないからね。ここもっとスムーズにいけないかなと思うんすけど、どうなのよ。次、ガリガリが来る。ガリ、おお、下の氷ブロックのせいでちょっと滑って感覚が狂っちゃう。よし、今度は早いでしょう。つまらなかったよ、多分。あれ？なんで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 ？そりゃないぜ、とっつぁん。はい、おー。これクリボーちょっと近すぎませんか？オッケー、詰まってない詰まってない。いくよ、こうだ、オッケー。で、ここも一発で登っていって、ここ、落ち着いていこう。上、かなちゃんを越えてからの、ここはずっとボタン押してくれいいかな。ドロップは出なかったけど、OK、なんとかなった。ガール、残り12秒も余っちゃいましたね。ツタが出てきたらどうコメントすればいいのか、黙っちゃいました。これ、あと制限時間10秒短くても余裕ですね。まあ、初心者向けのスピードランということで、何回もやられましたよ。はい。ありがとうございました。というわけで、今日はちょっと短いですけれど、この辺りで終わりにしたいと思います。皆さん、お正月に向けて風邪ひかないように暖かくして運動して過ごしてくださいね。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。